はい、前半は、なかなかホームで勝てなかったり、苦しい時期もあったんですけれども、チームがですね、常にトレーニングを大切にしながら、一丸となってですね、そこからチームが一つ一つ積み上げていって、非常に安定したチームに成長したなという印象を受けています。
が始まっています。まずは鈴木達太からのボールですが、チアゴサンタナファーサイド、マテイ・ヨリッチ、最後ボンダコーナーです。水曜日の天皇杯では復帰後初ゴールをしたのがマテイ・ヨリッチ。前節ゼリカルド監督、初戦を3対1という素晴らしい勝利で飾った中で、今日もオウンゴールで先制です。タメダ、マイクマが走っていく、いいコントロールを見せて中に出した、シュート、枠を捉えることはできませんでした、加藤睦月。ここも為田選手からのこの浮き球のスルーパス、この処理も良かったですしね、トラップ、ワントラップ目、ここも落ち着いてしっかりと周り見ながら加藤選手生かして、マイナスのマイクマ裏に出ています。クロス、ファーサイドは船木が来ている。もう一度クロスヘッド、権田キャッチ、加藤睦月のヘッド、権田キャッチしました。まあ、権田選手もね、右から左に振られた後のこのステップワークっていうところ、難しいところあったと思うんですけども、しっかりとこう加藤選手のシュートっていうところ見てましたよね、はい、そうですね。センターバックの右に奥のカルリニュスを引きつけながら、鈴木徳馬いい位置でもらって、浮き球を使う選手が交錯して、加藤睦月、こぼれ球、クリア、鈴木義則。いや、いいシュートでしたけどね、抑えの効いた、はい、まあ、ここも権田選手、そうですね、鈴木徳馬、右足アウトスイング。船木か、最後船木が決めた、 J1 初ゴールはなんという劇的なゴール、セレッソ同点に追いつきました。素晴らしいゴールですね。簡単なゴールではないんですけどね、うまく相手選手の間の間を入りながら逆サイドに叩きつけるようなコントロールされたゴールでしたね。確実に逆サイド狙ってますよね。目安の5分台に入っています。そしてここでホイッスルです。厳しいコンディションの中の3連戦の3戦目、1対1、勝ち点を分け合いました。まあ、ナイスボールやね。いや、いいボールでした、徳間君。めちゃくちゃ。初ゴール。初ゴールです。攻め続けて同点に追いついた、でなおかつ積極的にボールを奪う、ゴールを奪う、そういうサッカーをできた、俺はほんまに誇らしい。もちろん勝ちたかったけども、俺はその姿勢が大事だと思ってるから、これを続けたら絶対もっともっと強いチームになるから、次の川崎戦に向けてまたみんなでいい準備しよう。俺はほんまに感動した、ね、これを続けていこう。OK、はい、こんな奥。こんなです。はい、お疲れ様。おー。OK、入れて、ダウンね。前半、不運な形で、まあ、失点してしまったのもありましたけど、まあ、それ以外、攻撃の形とかはできてたので、まあ、最後の
まあ、ゴールっていうところのだけだったと思うんですけど、まあ、自分が出て、まあ、こう流れの中からチャンスを演出する回数っていうのはすごい少なかったなと思ってますけど、まああいう場面でしっかり決めきることができて、まあ、よかったなと思ってます。自分は身長はあんまりでかくない方なので、入るタイミングと飛ぶタイミングと、まあ、あとはそのボールの質が良ければ合わせれる機会も練習から何回かあったので、まあ、自信持ってニアに入ろうっていう感じで、まあ、あとは徳間くんのボールが良かったので、まあ、自分は本当にコースに合わせるって感じで決めることができてよかったです。全部勝って優勝する気持ちで自分は戦いますし、まあ、こう何よりも自分は毎日毎日が勝負だと思ってるんで、まあ、結果を残し続けることが自分にとっては大事だと思ってるので、チームの勝利を求めつつ自分の結果を求めていけたらいいなと思ってます。 A sustainable future. Yanmar